話というか、この久留米の決勝戦ですね、はい、小玉さんとは本当にこうスプリント勝負みたいな感じなんですけど、小玉さんと直前走っていったら体感どうですか？そうですね、車番も良くて、後ろについて、前回は前で勝負したので後ろについて勝負できるかなと思ってさせたんですけど、やっぱりダッシュも良くてバイク引っ張ってもらってるみたいでした。そのやっぱり小玉さんの強さっていうのはそのやっぱりコレクションでも通用しそうだぐらい。いやもう一番ダッシュあると思います。そのさせたというのは一つの自信という感じなんですか？自信にはそんなになってなくて、強さを体感できて綺麗な走りだなっていう感じだけですね。またそのコレクションでどう出るかというところです、一番者というところ、はい、組み立て的には持ち味が出せそうかな。そうですね、難しいですけど、確かに奥井さんの先行とあとみんながこうどう動かしてくるか。そうですね、奥井さんの後ろは魅力的ですね。そういうところを意識しながらこう組み立てて、今回カヌーで真っ黒、カヌーで真っ黒、はい、12月に しました。グランプリ前ぐらいにしました。落ち着きがあるとみんなに言ってます。あ、本当ですか？新しいバージョン。え、ずっと黒ですよ3ヶ月ぐらいずっと黒です。そういうイメージがやっぱりきらびやかなイメージが強い。落ち着いて見えちゃう。嬉しいです。レースでは、はい、頑張ります。お願いします。